皆さんこんにちは。庵野茶道生活へようこそ。今日は久しぶりの東京です。今朝作った桜の花の練り切りを持ってお茶のお稽古に行ってきます。お稽古の後は上野公園を散歩する予定ですので、10分ほどお付き合いくださいませ。表通りは人が多いので裏通りを歩いていきます。先生のお宅について、まずは玄関で手の消毒と検温をし、中に入って念入り手洗いもします。小間では可愛らしい鵜の花が迎えてくれました。身支度を整えご挨拶、先生の旦那様には俳句の読み方を教えていただきました。うぐいす、うぐいすや、いや膝をな正して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 後を待つ。ここは待つかな、ね、うぐいす、あのどっか座ってた時の膝を正して後を待つ、後を待つ、あここで待つか、うん、じゃあこれがアなの、あそう、あこうだ、あとを待つ、うん、なるほど、うん、うぐいすや膝を正して後を待つ、まあ、なんとなく座ってた時に、うんうん、うぐいすのパーと聞こえた時に、うぐいすの声が聞こえたんで、あの座り直して、うん、次に泣くのを、あ待ってるわけなんだ、うん、あなるほど。広間には青山緑水の掛け軸、すがすがしい気分になります。さあお稽古です。水屋で準備を始めます。本日は炭手前から濃茶、薄茶まで一通り行いますが、全部は取りませんので、さらりと雰囲気だけをご覧くださいね。炭取りの中に炭を組み入れて、香合に練り香を入れていきます。今回使用する香合は閑古鳥。コロナで人の訪れもなく、ひっそりと静まり返っている今を表しています。炭手前で炭を継ぎ終わった後、この練り香を入れて炭の臭気を消すとともに石柱を清める役目があります。わいい香り。そして炭手前の始まりです。今日で炉の稽古終わり、5月から風呂に変わります。炉はこのように畳の下に備え付けられた小さな囲炉裏のことで、風呂は畳の上に置き、お客様から火を遠ざけます。すでに夏日を感じるほど気温が高い日もあるので、理にかなってますよね。来月は風呂を使ったお稽古の紹介をしたいと思います。その時にこの炉との違いを見てください。来月からお香も今回使った練る香ではなく、香木というものに変わります。他にもいろいろ違いがありますので、ぜひ比較してみてください。香合を拝見出し、炭手前の終了です。続けて今朝作った桜の練り切りをお出しします。釜の湯もいい具合に湯気が上がってきました。茶筅を楽茶碗に入れて濃茶の準備です。茶碗は丁寧に扱って棚の上に置きます。お稽古用の茶杓を取って茶碗の上に優しく置きます。濃茶を練る時間って私にとってとても貴重なんです。なぜなら無心になれるから。目を閉じて静かに心を落ち着かせるメディテーションを行っている気分です。静かな茶室でただ一服の美味しい茶を練る、この間一切の雑念が取り払われ、息が整うのです。濃茶は茶杓に3杯。茶杓は主に竹で作られていますが、作者によって形やすくえる茶の量が違ったりします。飲まれる方の好みもありますので、その辺は臨機応変で良いかと思います。お湯をほんの少し入れてお茶を練っていきます。最初は茶筅でお湯とお茶をなじませていき、それからゆっくりとダマにならないようまんべんなく丁寧に茶筅を回しながら練っていきます。コロナ前までお茶会やお茶事などの席では、濃茶は一つの茶碗で数輪分を同時に練って回し飲みをするのが基本でした。そのためお稽古でも3人分ほどを一緒に練るのが当たり前でした。コロナ禍の中、回し飲みは当然ながら禁止され、
人分を美味しく練る練習が求められています。しかし茶杓3杯の濃茶を美味しく練るって意外にも難しいんですよ。濃茶はペースト状に近いので、茶碗にべったり残る分や茶筅にまとわりつく分などいろいろ考えて水分量を調整しないといけません。お茶をされている皆さん、試行錯誤されていることと思います。練っているうちにお茶の香りが立つとともに艶も出てきました。練っている私の距離からも芳醇な香りが漂ってきます。もう一度お湯を足し、茶筅についたお茶も流して、ここからはお茶が冷めないようさらりと混ぜていきます。見てください、茶筅の先で濃茶の濃さがわかるでしょう。茶碗が戻ってきました。続いてお酢を差し上げます。はい、薄茶を立てる時間となったら、お稽古でもついついおしゃべりが始まってしまいます。ましてや久しぶりに稽古に上がったので、積もる話も多々あるというものです。先生に最近 YouTube を始めたことを報告し、動画を見てもらったら、大浦さんのを見てこんがらがらないと聞かれて、なりますと即答しました。大浦さんとは浦仙家のこと、お茶の流派です。私が今行っているのは表仙家、似ているようで9割方所作が違うんですよ。あくまでも私の個人的な感覚ですが、そんなことでこんがらがってます。今日のお稽古にもそれが現れていました。違う流派ですが、真となるおもてなしの心は同じです。さて、おしまいの挨拶を受けて、それに応じ私も挨拶します。湯返しをして水差しの蓋を閉め、拝見の準備に入ります。お稽古の様子は以上までとし、先生の家にある正座室の座り心地を確認して帰り支度です。先生、いつも帰りには何か持たせようとするの。実家に帰った気分。もうね、なんかいつもくれるの。今日はとね、先生いつもね、黒砂糖、沖縄の黒砂糖。いい人でしょ。うん、本当にね、二人ともね、いつも優しい。今日もありがとうございました。時刻は午後4時、外は曇り空ですが、まだ明るいので上野公園に寄ってみます。桜はまだ咲いているかなと期待したものの、残念、見事に散った後でした。ここには800本の桜があり、毎年多くの花見客でにぎわうのですが、コロナ禍の今年はさすがに宴席禁止とあり、歩きながら花見をしましょうと案内がありました。黄色い山吹が目立ちます。一重に八重、どちらもかわいい。桜は諦めて忍ばず池をちょっと散歩して帰ることにします。ボード遊びを楽しむ方が結構いますね。忍ばず池は江戸時代から浮世絵に描かれてきた名勝なんですって。春には桜、夏は水面を埋め尽くす蓮の花が綺麗で、よく散歩に来たものです。桜と柳の間に東京スカイツリーがちょっと見えます。天気がいいともっとくっきりなのですが、それはまた別の機会に。ああ、ピンクの八重桜を発見。ふくよかな姿がなんともかわいい。道明寺の桜餅みたい。少しテンションが上がりました。桜餅を連想したら小腹が空いてきました。食事をして帰ることにします。このチャンネルの撮影をしてくれているエミーおすすめの四川料理、いただきます。おいしい、辛い。ピリ辛どころか辛って感じ。でも美味しい。食事を終えたら予報通りの雨です。さあ帰りましょう。皆さんいかがでしたでしょうか。お稽古に上野散策、ほんの少しご一緒した気分になれましたか。
今日のお稽古でお出しした桜の練り切りの作り方は概要欄のリンクまたは再生リストからご覧いただくことができます。そしてご意見やご感想などコメントをいただけると嬉しいです。またよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。